ームやります。あんまり見たいです。そういうゲーム明日は明日のということで優勝はたまごのかがエクセルです。今日ははーっていうゲームやります。はー打ち合わせした？してない、してない。ということで本日はこちらハーっていうゲーム3やっていきたいと思います。まあ、3っていうのに理由は別にないんですけどこのゲームはお題カードとアクトカードっていう2種類のカードがありまして、お題カードにはこんな感じでお題がやーっと書かれてます。でアクトカードっていうのはこういうアルファベットが書かれてるカードがあるんですけど、まずはなんかお題カードをこうやって引いて、そのゲームのプレイヤーにアルファベットのカードを引いてもらって、今回だったらこの C が出たので、プレイヤーは他の人にこのカードを見せずに自分だけが確認してアルファベットのやつを探してそれを言うみたいな感じです。で今回はですね、得点、まずこのプレイヤーがやった時に3人回答できたとしたら3点、2人回答できてたとしたら2点、みたいな感じで回答できてた人の人数が得点でプレイヤーに入ります。でそれとは別に回答が当たってた人にも1点入ります。で最後に合計した点数が多い人が強いっていうことになります。じゃあやっていくよ。はぁ、あ、エクセル。じゃあ早速やっていきたいと思います。はぁ、あね、とりあえずここからお題カード引いていくんですけど、誰からいく？なんか一応公式のルールでは一番最近はーって言った人からスタートなんだけど、誰だ？誰も言ってない。じゃあ私からいきます。はい、別に引くのは誰でもいいんだけど、引く。はい、てれん。今回のお題は綺麗だね。なるほど。次プレイヤーの私がアクトカードいきます。てれん。じゃあとりあえず1回目だからみんなにだけは見てもらおうかな。これです。はい、 OK です。では私のターン参ります。綺麗だね。むずむず。全部当てはまりそう。あーでも3、4択ぐらいあるけど。2択だ私。そう、一応こっちにも向かってやっとくね。いきます。綺麗だね。あれ、あこいつじゃないな。違う。あ、これにする。どれかな。決まりましたか。はい、はい、じゃあミクから順番に発表お願いします。 C D C ということで CDC CDC ですね。では答えを発表します。私の言った綺麗だねはこちら C。 あ、やったー。 C ということで私には2点、マキとミクが正解したので2点入って、答えられたミクとマキにも1点ずつ。どんどん次行っていくよ。はい、あたいが引こう。俺のターン。ドロー。おお。こちら、はい、いきます。あんまり見ないで。そういうゲーム。そういうゲーム。恥ずかしかった。なるほど。はいはいはい、決まりました。決まった。じゃあ私から、はい、いきます。 D C D D C D D C D ですね。はい、いつも一人だけ違うのに。じゃあ正解の発表お願いします。正解は C。 わー、あみちゃん、でした。やったー。ということはみくちゃんに1点、あみにも1点。やーい。じゃあ次いきましょう。はい、なんかじゃあ好き引いてください。うち、じゃあ私行こう。今回のお題は、うん、でどれだけ表現できるかだよね。じゃあここから、うん、俺のターン。全然引かせる気なくね。じゃあ今回はみんなにも考えてもらおうかな。あかん。OK。 いいよ。ではお願いします。うん、でもこれ私のこと理解してたらなんかこう消えていくはずだよ。私がこの状況だった時にどういう、うん、なんか、D はないよ絶対。絶対ないで F もないでしょ。踏ん張ってないから。で G も踏ん張ってないからないでしょ。美味しい時にあんな風に言うやつとご飯行きたくないからないじゃん。そうだったらやばいやん。でも上の方になってくるんだよ。それ全部口に出してるっていう。確かに。まあまあ分かりました。でもあれだもんね、みんな正解しないと私ポイント入らない。そうだよ。ちょっと頼むよ。表現力も入るからね。うん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 。
かな。決まりましたか。はい、じゃあ私から発表していきます、はい、A C C 正解は、はい、E なにー、もう一回言ってもらっていい、うんうん、それ悩んでる、あ、練習中ね。そう、私ってあれじゃん、悩んでる時とかさ、うんって言わんじゃん、どっか心あらず頭の中で多分あるやんね。それやんかーってー、神ゼロポイント、はい、うん、こちらです。はい、はい、明日は明日の風が吹く。おいおいこれ言ってほしいよね。明日は明日の風が吹く。あの今回の期待のエースなんてやめてください。はい、こちらから1枚抜きください。はい、はい、はい、あーかOK、かしこまりちょろいきまーす、はい、いきます。明日は明日の風が吹く。わかんないこれやこれしかないやん。やってほしいと思うとだもん。いや、ちょっと待って、2択だ。え、1択？多分そうだと思うけど。いいですか皆さん、じゃあ答えをポンポンポンと言ってください。 H H H 来た。正解は A ですよね。それしかないの。素晴らしかった。本当は手をつけたくて。それ長い日で余計わからん、余計わからん。あ、お見事。さすがですね。ということはマキに3ポイントで、こっちの3人に1ポイントずつ。はい、やったー、やった。こんな感じでもう1周していきまーす。はーい、せーの、ヘッコセブン。まあ、1周回った時点でマキがリードしてますね。やったー。おいじゃ、ワイの場に、はい、じゃあ、あたいが日傘でもらいます。何かな、何かな。ペン。おー、おはよう。いいね。はよ、見ます。はい、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 オッケーです。はい、はい、え、オッケーです。あ、ごめんごめん。あ、じゃあそうだね、おはようって言ってもらっていいかな。あ、じゃあさくちゃんおはようって。さくちゃんおはよう。はい、あ、これやん、絶対これやん、絶対これしかないよね。上手くない。これですよ。うまい、うまい。あ、上手。やりそう。これじゃあ正解の発表をミクからお願いします。 B B B。 正解は B。 イエーイ。じゃあ寝とったもんね。私に3点とみんなに1点ずつ。はい、入ります。では次いきたいと思います。お題カードどなたか。はい、いきます。ここにしとこうかな。パーン。ごめん、あ、いないいないバー。ごめんごめんごめん、いないいないバーです。いないいないバーかい。はい、はい、いいよ。はい、じゃあ画面に向かって、うん、いないいないバーお願いします。いきます。いないいないバー。そうね、そうね、そうだね。いや、これはもうすごいすごい。え、一緒に行く？そうだね、一斉に行こう。せーの、イーイーイ。うまいうまいうまい。あ、いいや。すごい色っぽさが残った。じゃあ、ミクに3点、みんなに1点ずつですね。結構順調だね。順調だ。うん、私のポンプツタルさん。このカード引こうかな。うん。何かの変なの声、変なの声、変なの声。変なの声。こちら。変なの声。先生です。じゃあ行くぜ。はい。いいやつ来た。頼む頼む頼む。オッケー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 。行きます。はい。先生。私が行きます。はい、 H H H。 正解は H です。もう焦ってた。トイレ行きたいよね。膀胱が張り付そうな先生っていうのを表現してみました。あ、いいじゃんいいじゃん。やった。エクセル。めっちゃいい感じ。今わあ、いい戦い。やっぱかかってるよ。頼む頼む頼む。変なやつ来るな。最後じゃあ3人で選ぼうぜ。ねえ、私が選んだのはこちら。D もらっていいですか。D もらっていいですか。D もらっていいですか。
え、これかなこ担当なんだけどな。今日いないから、ちょっと代わりに。言えないじゃん。言えてないし。言えてないし。いや、多分私の専門外だもん。かなこがやってくれないと。だから、ちょっと一旦かなこにこれだけ送ってもらって。はい、かなこの動画。君のことばかり。考えてくる。はい。これは違いますね。さすがかなちゃん。いや、もうすごい、めっちゃ面白かった。やばい、めっちゃ面白かったな。すごいな。もう一回見たいな。はい。君のことばかり。考えてるんだ。はい、ということでマキに2ポイント2ポイント、はい、私とアミに1ポイン ト, イントずつ結果発表をお願いしてもよろしいですか。結果発表、はい、同率3位8ポイント、うん、ミク、アミ、イエーイ。そして同率1位9ポイントでマキ、さくらで、おお、私がもう2人の1位ですね。ちょっと気まずい、気まずい、気まずい、気まずい。え、どうしよう、気まずい。バラバラにならない。じゃあかなこちなみになんて入ってる？かなこ？さっき2回くらいしたの出てくれたけど 8K ぐらい8K! ということで優勝はかなこ！おめでとう！おめでとう！おめでとう！すごいわ。まあ、今回優勝ということで、まあ、なぜか優勝してしまったんですけれども、まあ、とても ありがたいことなので、これからもこれを糧に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、かなこ、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 バイバイ。